ええ、多分動画撮るので坊主初かなって思ったけど、初じゃないかな。まああれ一個前のがあるか、わかんねえ。まあ初だったら初でいいや、坊主にしちゃうって。あの自分で髪切った時やっぱそのね、うん、うまくいかなくて坊主にした、それだけ。あと髪切り、頭洗うのめんどくさいからね。うん、でもまあ坊主にして分かったことは、やっぱ3ミリ坊主がいい。やっぱ1ミリ坊主にするとね、滑り止めになるの。ニット帽とかかぶろうとすると、ズズ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 ズってなるの、滑り止め。でも3ミリになるとね、あの触り心地が結構いいんですよ。なのでこれからは3ミリにします。はい、それだけ。まあなんかいろいろあって今すごい精神状況やべえんだけどさ、精神やべえんだけど、でももうなんか逆に動画撮っちゃおうかなって思って、やっぱ喋ることって俺の楽しいことだから、好きなことでね、うん、だからやっぱ喋ってこうかなって思います。頻度は確かに下がるかもしれないけど、あと今フロッグから上がったんでね、いやーマジでストレスで出来物も多分ストレスのせいでね、より悪くなってるんです。あと栄養を取りすぎとかね。まあ運動すりゃいいんですけど、運動するのもね、もう何もできないんですよ俺。なんかそのマジで運動することなんてもってのほかですよ。悪化する前でもやるのはすごい大変だったのに、だから運動もするのもねやめます、無理です。はい、すごい辛い、何もできないくらいね。ちょっとマジで無気力っていうか、その動こうとする力、人が行動しようとするときに使われるエネルギーみたいのがなんか伝導していかない、うん、なんか多分体の途中で止まってるみたいな、血の巡りみたいのが悪いよね、うん、そういう血の意味で血の巡り、気の巡りが悪い、体が動かねえのよ全然。めんどくさいなって、こんなめんどくさいって思うことなかったのにってくらいね。まあそんな感じですね。なのでのほほんと喋ってこうかなとか思うけど、まあね、話のネタにしたいけど、悲しいニュースとかさ嫌じゃん。うん。でき。うん。こんっても音楽じゃん。それはもうくしゃみとペットボトルのセッションになっちゃってる。あーくしゃみすげえんだよな。薬今飲んだけど、今飲んだのじゃ意味ないんだよ。効き目って30分から1時間くらいしてようやく効いてくるから。今飲んだって何も変わんねえや。即効性の薬はあるけど、もう全部飲んじまった。あれはすごいいいよ。喋る直前に飲むと本当にあれはいい、すぐ効く。テレス、テレス、テレス、テレス。いやー、なるべくもうダイエットじゃないけども、飯食うのやめようかなって思って味噌汁2杯飲んできました。で味噌汁って結構なんか塩分高いんだよな。でも味噌汁の塩分ってなんか違うらしいね。ただの塩分じゃないらしい。2杯飲んだらお腹いっぱいになったわ。うん、味噌汁いいわ。味噌汁って健康にいいんだって。1日1杯でもいいし、なんか俺が見たサイズだと2、3杯とか言ってた。まあ飲めるわな、2、3杯くらい。小腹空いたら全部味噌汁にしたら多分体に悪いだろうな、塩分だし。塩分の少なくてうまい飯ってないのかね。塩分少なくてみたいな。飯を抜くってことはしちゃいけないんだけどさ、ね。
でも最近その飯食う量がそのストレスでさ、あの精神状況がやばくて、ご飯とかで幸せを無理やり幸せな状況を作っていかないとすぐ追い詰めちゃってさ、なんか追い詰めちゃうっていうか暗い気がめいっちゃうから、飯食って なるべくそのあれだよ、精神を保ってたけど、でももういっぱい太っちゃうし、やめようって、もうすごい太ってた。 97.3 4キロくらい太った。うん、すごいな。いろんなことが重なってるしね、まあ、ちゃんと精神って悪化するね、まあ、病院行けないからな俺マジで病院行くのほんと辛いからな。でもちょっと危なくなりすぎて俺逆に病院行けるわ今。うん、今自分の状況がさ、例えで言うなら救急搬送2歩手前くらい、だから逆に行けそう病院。でもちゃんと脳波なんだね。でも脳波って見たけど、それ統合失調症でしょ。まあ俺もちょっとその気はあるけど、別に、そんなね幻聴とか聞こえてこないからね。単純にネガティブっていうか暗い気持ちがたたってなるみたいなの多いけど、まあ今休む時期だからねせっかく今年はね金さんの予言通りいけばね俺の年になるんですけど、あでもある程度最低限の編集ねって言ってもね、もう最低限の編集ですよ。雑談なんか編集いらんだろね。無駄に編集する方がおかしいの。俺はもうね効果音に疲れたの。なんかバカみてえにうるせえ効果音入れるじゃん、あれ良くないよな。なんかシュールなものを作りたいってわけじゃなくてさ、疲れない？みんな効果音がベー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 みたいなあたりさ、 BGM がさいっぱい流れたりして、タトゥタルタトゥテルテタテルテ、ヒカキンバカにすなよ、うるさいじゃん。で別に雑談でよくないかな。じゃあ雑談何、雑談までいっちゃうとみんな見てくれないんだけど、やっぱ人のことみんなどうでもいいんだろうね。俺もどうでもいいって思ってるけど、俺は雑談にすごい興味があるの。やっぱりその面白く話してくれてる人の話って聞きたいもん。うん、まあ、でも世界で一番見たい雑談だ、やっぱ河本ひろとさんと真島正俊さんだよな。うん、30分くらいさおしゃべりしてたらね、音楽の話だけでもいいから喋ってたらいいよな。でもそういう時代もいつかは来るんだろうな。マジで浸透する日。ヒロトさんはやらないだろう、あの人。まあ、やったらやったで嬉しいけど、なんか別にいいよねってなるじゃん。あの人とかはってもう別に生活できてるし、なんか生活のリズムみたいのが出来上がっちゃってる人にそういう生、そういうのを入れ込んじゃうと、もうテレビだってあの人も出ないわけじゃん。もうほぼほぼ新曲出た時にちょろっと出るみたいなノリだから、あとはインタビューで、テレビもあんま好きっていうか拘束時間が長いのがあんま嫌なんだろうね。うん、まあでも別に買うしな、うん、全部持ってるし、本当に全部持ってんのかなと思ったけど、最近全部集め終わった。多分本当に全部持ってるわけじゃないけど、大体持ってる気がする。うん、CD はねハイローズとクロマニオンズはほぼほぼ持ってるんですよ。なんかその特典 DVD みたいのはなかなか、特典映像みたいなそういうのはなかなか持ってないし、アイローズのライブ DVD は持ってない。クロマニオンズのライブ DVD は全部持ってる。全部入れてます。でもやっぱりね、
あんま好きなもの喋りたくない理由っていうのは、それを好きじゃない、好まないやつらとか嫌なやつらにさ、嫌なコメントされたくないからね。不可侵領域だから俺の、うん、俺がいいなって思ってるものってあるじゃん。それを汚されるのってすごい嫌じゃん。だから話さないんだと思うな。てか別にさ、その売りにしていくわけじゃなくない？なんかさ、基本的にそういうメディアでこれ好きなんですよっていう人ってさ、それでちょっと一丁なんかやってやろうって思う人じゃん。うん、別に河本ひろたさんと俺あんま会いたくないんだよね。話すことないし、全然年代が違うし、やっぱなんかねえ、曲のとかも、まあ、俺ひろたさんが聴きそうななんかモチーフにした曲みたいのを漁ってっている言ってるけど。マニオンズとハイローズ好きな、やっぱもうヒロトさんが歌ってるだけでさ、どんな音楽でも俗に言うちょっとね、俗っぽい言い方すると神曲ってやつじゃないですか。ヒロさんが歌うだけで神曲ってやつになっちゃうんですよ、うん、でヒロトさんとかマーシーさんが詩を書いたりしたり作曲したりすると神かける神なんですよ。わかります、ね、宗教みたいな。だ神参上なわけよ。神の参上。神かける神かける神だぞ。なあね、すごいいいなと思う。好きなんだよなやっぱり。ずるいよな、歌手としての特性で河本ひろとがあるっていうのはずるいんだよな。それだけで何歌ったっていいじゃん別に。でも好きで楽しんでるって究極だよね、物事のさ。マジでこれが大好きで楽しんでますっていう人にさ、すごいよね。他にもそういう人いる。それで結構、まあ、売れ切ったってわけじゃないけど、やっぱブルーハーツ時代にさ、ドーンって有名になったから一時代を築いたわけじゃん。まあいろんなバンドとかが出てきて一つの時代になった人なわけじゃん。この時代の名が河本ひろたじゃないけど、ブルーハーツっていう、ね、時代に名を刻んだんだよ。すごいなって思う。他にもねいろいろあるけど、でもその相席食堂で明らかにそのあの音楽が変わったのはちょっとイラッとしたっていうか、ね、当てつけなのかなって思っちゃったけど、相席食堂って深夜時代みたいな、ゴールデン行く前はあのハイローズの曲が2曲くらい使われてたんですよ。シャララシャラララとかね、あとミサイルマンね、チョワチョワチョチョン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 みたいなやってたんだけど、夕方になってからなんか人が変わってユニコーンばっかの曲使い始めた。ユニコーンっていうか奥田民生の曲ばっか使い始めて、すごい嫌だなって思ったけど、まあその人の好みだからしょうがないよね。うん、絶対その人ハイローズ好きじゃないだろうと思った。うん、でもハイローズとブルーハーツを同一視してそうな人だよなって勝手に思っちゃった。まあでも別にいいや、音楽なんて言っちゃった。
でもやっぱ静かにものは楽しんだ方がいいよな。わびさびじゃねえけどさ、わびさびって全然違うよ。あんま好きじゃないな。なんかさ、ギャーギャー騒いでるの好きじゃないよね。好きなものに関してもさ。ね。なんか、ね、そういうのあるじゃん。変な顔してみました。意味がわからない。味噌汁美味しかった。あ、でもな、ギャーギャー騒ぐのが好きじゃない。なんだろうな、嫌いなもん。なんかキングヌーとかさ、別に音楽は俺の好みじゃないっていうかだと思うんですけど、まあいい曲なんだろうな、っていうかいい曲だなって思う。別に普通にね、みんな騒ぐよな。うん、でも俺は良かった。すごい好きな曲見つけられて、なんかすごい合うんだよね。なんかめちゃくちゃいいなって曲ってたまにあるじゃん。それがめちゃくちゃあるってすごいんですよ。おお、いい曲だっていうのは尋常じゃないほどほぼほぼあるね。 1.5 曲に1曲くらいある。うん、すごいあるね。ハイローズとかクロマニオンズって、すごいなって思う。それがなんかよくわからないんだよな、他の曲とかね。なんかクッキーさんがね、あのやってた七変化で流れてさ、ピチカート5の君みたいに綺麗な女の子はみたいな曲があるんだけど、あれいいなと思って、ありがたい、もう教えてくれたってなった。あ、目やにが、えっ、いで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 、目やにはやっぱさ、あれだな、水で洗わなきゃダメなんだな。痛えよ、岩だ。やにじゃねえよ、メガンだよ、メガン目岩は何言うてるんですか、あなた。どもるんだよな俺。うん、その精神病が悪化してから、精神病っていうか精神の状態が悪化してからさ、どもるのよいや、パワーが入らないんだよ。気力みたいな、気合みたいなのが入らない。でも俺は精神論やめます。精神論でも、精神論全部が全部やるわけじゃなくて、いい精神論もあるじゃん中には。うん、ダメな精神、ダメすぎる精神論はさ、やらんけど、でも、それでも、気休めくらいになる精神論も今は使わない。嫌なので。でもやっぱりさ、自分が敵に回っちゃダメだよな。別に、今は追い込む時期じゃないからね。
今追い込んだらより悪くなるからな、うん、それが分からずに3年来た、多分4年くらい来たかな、いや3年だ、うん、そしたらめっちゃ悪くなって今、うん、あとなんかね弱体化したんだよ、ストレスとかにすごい弱くなった。俺お父さん嫌いなんだけど、お父さんの足音とかがすごい嫌になった、バーッってねなっちゃうくらいすごいストレスになるな、うん、あと最近なんかねお父さんいつ寝るか分かんない、基本的に9時に寝るんだけど、たまに寝てない時はなんかたまに明日仕事のくせになんか11時くらいまで動画見てる時あんので、俺がそろそろトイレ行きたいな、でもお父さんに会いたくないなって思ってて、でイヤホン外してさ、でテレビの音とかした時に枕ぶん殴るんですよ、ムカついて、起きてんじゃねえよって思って、うん、そういう人になっちゃった俺は。でもねお母さんに負担かけちゃうからね、別にお母さんぶん殴ってるとかじゃなくて、単純にあのやっぱストレスを食欲で解消するんですよ、まあそれはすごいいいことだと思うんだけど、うん、お金がかかっちゃうからそろそろやめなきゃなって言って、あと痩せたい俺、痩せないとあらゆる病気、この出来物の病気も痩せたら治るんだよ。でもね痩せるの大変だったんだよな、痩せるのって結局継続じゃん、世界で一番苦手なものって継続なのよ、自分の好きでもないもの興味のないものに対して俺は続かないの、ただでさえ結構続かない人間だけど YouTube は続いてる、 YouTube が続いてるってよりはあの喋りが続いてる、そこは間違えちゃいけない、だって YouTube めんどくせえもん、あ動画撮るんじゃなくて生放送すりゃよかったな、うーん間違えたな、あれ慣れてないから、まあやるか、生放送やってみるわ。